どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。リモースザリスト、オートライブにて続きをやっていきたいと思います。コートゲットしたからこれ持って戻ろうか。戻ろうか。戻って一番最初のとこまで戻れるかな。久しく行ってないから。てか遠いよね。こっち側はじゃあ終わったかな。ここだよね。ここは終わったから、終わったね。ああ梅か。こんなところまで来てどうしたんだよ。はい、タッチ。おばばばばば、誰誰、おばばばばば、キーボードクラッシャーいる、キーボードクラッシャー。おー、怖えじゃねえかおめえ。まあもうこっちに来ることもないだろう。さよならだ。キーボードを持った何かがすげえカクカクテレポートしながら近づいてきてたよ。あれ怖えわ。キーボードクラッシャーね。ララ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 、回避ー、痛いー、さよなら。いってー。そうか、どうやらフラグは進んでるようだな。しっかりと敵が出てくるってことは。63ね。ちょうど10年。ダクネス？おめえか、どうしようかな、足速いん。これはやっとくか。足かな。あ、やんなくてよかった？やんなくてよかったな。結構弾減った。トンカチか、入れて。いいよね。まだ武器で倒せる相手だからさ。大抵なんかもう化け物って言ったら倒せないみたいなね。ありますけど。回復が溜まっている。ここは使っちゃおう。本当にこの選択は？一回戻っておいて、いやでもこっちに戻ってくるかな。今いる場所が警察署のこの通り、ここにいて進んで薬局ぐるーっと回ってこのピースの場所に戻るか。戻ってきましたかな。あそこだね。なんかいる？あっち側に何か動いてるような気がする。お前か。ほんとどこにでもいるね。置いて、置いた。一番最初に98のとこ来たんだな。全部揃うと開く。ミニカーと写真、鍵なんか持ってないけど、バールのようなもので。違うか。鍵が必要。次なるルートどこ行くかだよね。ほん、
私がいるところは、ここもしかして、いや入れないよな。ここ調べたよね。あ、どーん、テトリスのやつじゃん、これ。意外とある？見逃してるものありそうだな。ない？そういえば、ああ、あったわ。うん、ちょっとどうするん？倒すか。はい、実体化して。勝って。こいつは面倒だな。早く実体化してください。はーい。すげー、体力だけはあるな。お邪魔。うおー、レオ、かわいいね。どうしたの。すげー、普通にワンちゃんいるの。絶対守ってやるからな、俺が。さあ、出てきたら分かってんだろうな。俺が許してもこいつが許さねえぞ。いい子だ、出てくるんじゃねえぞ。あ、鍵あった。あ、パドロックって書いてあるね。電源タップ、何も刺さってない。回復とかないな。おお、海外の。スーファミやないか。いやー、かわいい、びっくり。おお、撫でれるの、最高。おっちゃん、かわいいね。とりあえず10回は撫でよう。2、3、4、5、よくでも、こんなやばいところで普通にいるな。6、7、気持ちを聞きたいよね。どう思ってんだろう。もう触るんじゃねえよって思ってるかな。9、10。お、びっくりした。の急に下動かないモーションとかあんのみたいな。マジゲットしたからあっち行けるな。開いた。絶対ぶっ壊せる。暗いな。ルート的にはこっちっぽいね。おお、すーご。チェスじゃん。あ、何これ、やってみたい。どんなん。でもなんか形的にはあれだね、ドンキーコングのあのマリオが頑張ってピーチ姫救うやつだな。ブラザーズって書いてあったよね、今。マリオブラザーズじゃないやつだね。あ、セーブポイントだ。セーブして、ここだね。アンダイスポーツ。クリアリング大事。スポーツ用品店。出てくるかな。近接出てくるな。
あ、これ出てくるパターンだな。近接するか。あ、でもハンドガンの弾もあるからね。中に隠れてた。いい度胸だ。リロード。待って、これやろう。よし、お前はもう…いったー。すごい難易度が上がっている、逆に。ああ、びっくりしたな、もう。何これは。何持ってんの。何も持ってないの。違う方向から鍵が…あ、この鍵、これ何の鍵。あの後ろの場所かな。鍵があるだけですか。今いる場所がスポーツ用品店で。本当に鍵だけ。しっかり見た方がいい、こういうの。ライトにも限りがあるんでね。そうね、靴がたくさんあるね。ダンベルがあって、鍵だけっぽいね。よし、行こうぜ。電池の数もだいぶ消耗してます。こっちは？あ、この鍵なの？あ、ちあ、なんで M みたいな文字あるかと思ったら違う、あれ3か。アパートの中やばいんだって。あー、やばいね。やばいかやばくないかっつったらやばいね。くぅ、行くぞ。回復がある。まだ使わないね。開けたら使っちゃうやつだった。そういえば久しぶりに見たら、お、5だけ回復したわ。ありがてえな、助かるよ。使っちゃったよね。この後もしかしたら5回復しといてよかったってなるかもしんないから。5回復しといてよかったね。なんもないね。ハンドガンの弾拾って。上参ります。ん？壊れちゃってる。ほほー！あっぶね、意外と降りてくんの早かった。おお、ウージー手に入った。これハンドガンいらねえやつだな、多分。9ミリだろ。25発、置いてくか。まあまあ、でもまだスロットあるからこっち使いつつって感じだな。うーじーよ、これ手に入れちまえばもうこっちのもんよ。余裕だね。ハンドガンの弾惜しみなく撃ってるぜ。なんだ俺、なんだ俺。ん、なんもないの。そんなことある？
ショットガンの弾。ロック壊れてる。あれ？どっかにショットガンあるな、やっぱな。こっちだね。ライトで照らしてると何？そこをハンマーで殴ればなんか出てくんの？違うね。え、ウージーが手に入るだけかな。そういう感じ？もうない？そんなもんかな。ここはウージーゲットステージだった。なんかあそこ怪しすぎるよね。あ、そうか、バール俺持ってっから、これか。違うみたいだね。めっちゃ怪しいよね、ここね。まあ、言うて何もないだろうけど。引っかかっちゃった。ウジより強いもん持ってるからな。ただ、9ミリの弾、だハンドガンを強化できてるっていうか。あっちは行けんのかな？ダメか。ここはそれだけかな。セーブして、違うところにセーブしたね。ここだね。バールはどこで使うんだろうね。戻ってまいりました。スタートはそこから。リオ、よし、お前は可愛いな。セーブして、あーし、ちょっと早いけどここまでにしときますか。装備も集まった。こっちの道行ってないかな。そうだよね。あとこっちか。ここ行ってないな。はい、ということで今回はここまで。動画放送を共に見に来ていただきありがとうございました。次回もよかったら見に来てくださいね。ほんじゃまたろっ。